皆さんこんにちは、ビーレジェンドスメラです。ビーレジェンド上野です。今日はね、上野さんに来ていただきましたんでお客様からあった質問をちょっと答えてもらおうと、はい、思います。あ、ゲスト扱いなんですか。もうやっぱ上野さんは来ていただいたっていう、はい、いや、上野さんはもう何ていうんですかね、やっぱりお忙しい方なんで、はい、いやいやいや、ちょっとお客様からあった問い合わせとしては、はい、トレーニングは週1回で大丈夫ですかみたいなお問い合わせがよくいただくんですよ。はい、これは上野さんどうお考えですか。そうですね、はい、これはこう、まあ、どのレベルを大丈夫とするか、はい、大丈夫とするライトを、まあ、どこにするかっていうことによって答えは変わると思うんですね、はい、で、トレーニングが週に1回であることに対して効果がありますかないですか、週に1回やっても無駄になりますかっていうような話だというと、はい、無駄にはならないと思うんですよ。週に1回であってもやっぱり0と1の差はもう雲泥の差があると思うので、はい、週に1回を継続することで劇的に変わるかというところで言うと、もう少しその頻度が高い人に比べれば伸び率としてはゆっくりになるかもしれないんですけど、体を変えていくことは十分可能なのかなという考え方ですね。なるほど、うん、その人がどこを目指しているかとかもやっぱ関係ありますよね。そうですね、例えば減量とかボディメイクなのか、大会に出たいのとか、そうですね。あとはまあその人のまあ生活リズムだったり、はい、お仕事の兼ね合いや学校の兼ね合いや、はい、家族の兼ね合いやっていうところで、はい、まあ、時間がこうトレーニングに対して捻出できるかできないかっていうところにも関わってきますよね。そうですね、うん、染田さんは週に1回でトレーニングしなきゃいけないというふうになった場合、はい、どういうメニューでやります。うわ、週1回になった場合ですか。はい、まあでも今パッと思いついたんで言うと、もうビッグスリーをやるっていう感じですかね。ああ、じゃあスクワットベンチデッドをとりあえずやるっていう感じですかね。あとその1回ってどの定義っていうところもありますね。はい、1回まあ1時間なのか、はい、1回で1日中ジムに行っていいのかよって変わりますね。1日中ジムおるやつなんかいないですよ。いや、わからないですよ。例えばもう週に1回で、そのもうボディービルでこういい成績残したいっていうような方になってくれば、はい、おのずとね、全身をくまなく鍛えなきゃいけないっていう風になると、はい、まあできる限りこう時間をかけてやるっていう風にならざるを得ない方もいらっしゃるだろうし、はい、まあ、ただそうなってくるとね、まあ、気持ちの負担も強くなるし、あ、そうですよね、あとはやっぱり集中力の問題もあるし、なかなかそこをこう完遂して体を自分が目指しているような体に持っていくっていうとなかなかハードにはなるのかなと思うんですけど。そうですね。逆に上野さんはじゃあその1日しかなければどういったメニューをされるんですか。もう週に1回しかトレーニングができないとするならばですよね、はい、あ、でも1日じゃないですよ、やっぱり2時間とかそんなぐらいじゃないですか。2時間っていうくくりで何をするかっていうことですね、はい、やっぱりでも今染田さんが話してたような、まあ、ビッグ3のからの、まあ、派生のようなトレーニングになるのかなとは思います、はい、ただやっぱり全身やらなきゃなっていうところはあるんですけど、はい、まあ、スクワットとデッドリフトを1日でちょっとやることに対しては怖いなっていうところがあるので、例えばその時によってその、まあ、スクワットの日は背中はマシーンで、はい、まあ、留めたり、逆にそのデッドリフトやる日は足はマシーンで留めたりとか、で何せその時間も2時間で限られているので、割とそのメニューについても結構そのいろんなテクニックが使うかもしれないですよね。ストレートセットで、はい、まあ、10回なり15回なりを3セットやるというよりも、はい、もうどんどんドロップセットで、はい、もう1セット完遂でおしまいどんどん回すとか、はい、あとスーパーセットだったり、そういう形には持っていくかなと思いますね。なるほど、まあ、大会目指すってなったらやっぱり厳しいですよね。そのメルさんとかみたいにね、もうあと1日もうあと2日、はい、15分でも30分でも時間を捻出できないかなっていうところは考えはしますよね、はい、そういう方は知り合いにはやっぱりおられないですか。週1で、はい、やっ
ってるっていう方は今のところ正直その同じように競技をしてる人だと今のところまあ会ったことはないんですけど、でもあるんですよ一応あのトレーニングまあメソッドの一つで、もう週に1回も全身やっちゃうっていうところが、そう、そういうメニューがちょっと名前が今出てこないんですけど、はい、あるにはあるんですよ、はい、でもまあ実際今それが良くてそれを継続してるっていう人にはまだ合ってないなっていうところはあるので、まあ夏に向けてちょっと腹筋割りたいなくらいになるでも全然週1回でもね、減量とかちょっとボディメイク考えてる方とかやったら、そうですね、継続してやっぱり続けるのが大事ですかね、ただまあ週1になってくると、はい、あのもう無駄打ちができないというか、はい、週に1回しか行けないっていうような焦りがあることによって、はいはい、トレーニングをもっと真摯に取り組まなきゃいけないっていう追い込み方もありますよ、ね、逆の、そうです、なるほど、毎日行けるからじゃなくて行けたら多少その無駄打ち、今日ゴミ取れしちゃっても、はい、あのまあ、次やるかって思えるかもしれないですけど、はい、よく考えてみてください。もう今日が今回が1月、はい、でまあ半年後7月くらいに海でデビューしたいなっていう風になっても、はい、週に1回だとしたら4ヶ月かける6でしょ、24回しかトレーニングできないわけじゃないですか、はい、頑張りませんそれってすごい。確かにそう考えたらちょっと焦りますね、でもそういう風なあの気持ちの持っていき方も一つあるかなと。私自身結構、まあ、しっかりとあのガチでトレーニングするのは本当に週3なんですね、はいはい、でまあ、週3しかこうガチでできないっていう状況で、はい、そのトレーニングの一つ一つの質を高めるっていうのは取り組んではいることなんですよ、はい、なので、まあ、そういう考え方も一つできるかなと思います。なるほど、その考え方はすごい面白いですよね、今日はちょっとなんか微妙だったな、まあ次回があるかだと、まあ、そこそこかなと思います。なるほど、週1回やるのであればその1回をすごく大切にしてトレーニングしなければいけない。そうですね、だからその1回の密度というか内容をどれくらい濃くできるかっていうところは問われてくると思います。はい、もしねこの動画が良かったなと思ったらグッドボタンもぜひ欲しいですし、その、まあ、コメント欄とかにね、皆さんトレーニングの頻度をどういう感じでやってますよっていうのがあればね、そう、ぜひ参考にしたいので、そういうコメントもいただけたらなと思います。ちなみになんですけど、はい、さん一番そのトレーニング頻度としてこう、はい、多かった時ってどれくらいでやってました？僕はもう週5ですね。あと週2回はあのフットサルがあるんで。あ、なるほど、はい、私はもう週中とかやってた。週中って何ですか？あの朝夜の日が朝夜、そうそう、それぐらいが。やばいな。まあそういうこういろいろな多分その取り組み方考え方あると思うので、ぜひあの教えていただけたらと思います。はい、それではまた次の動画で会いましょう。はい、さよなら。さよなら。